ウェドームに打ち上がりました。では今日の試合ハイライトです。まずはホークス先発有原の立ち上がり、心配されたこの有原の、ね、立ち上がりだったんですが、いきなり今日一軍昇格の池田がライト前ヒット、その後ツーアウト一塁二塁となって頓宮の打席、初球ですよね、はい、14号スリーランホームラン、バファローズが3点先制しました。一方の田島は久しぶりの先発マウンドということになりまして、その立ち上がりワンアウトランナーなしから増田がサード内野安打、柳田はサードゴロ、それでランナーが入れ替わるという形になります。その後は近藤空振り三振0点に抑えました。2回の有原のピッチング立ち直るかというところだったんですけども、2アウト2塁3塁から打席には宗、この辺りがライトへ2点タイムリーツーベースになりまして、バファローズ5点目が入りました。そしてなおも2アウト2塁という場面で中川がレフトのヒット、で打った中川が1、2塁間で挟まれている、これ間にですね三塁走者がホームに帰ってきたと、これは防げなかったですかね。そうですね、なかなか増田選手もパスを慣れてなかったですからね、三塁ランナーを見る余裕っていうのはちょっとなかったのかもしれないですね。3回です、第1打席ホームランを打たれた頓宮に、またこの第2打席2打席連続となる第15号のソロホームランを打たれます。バファローズ7点目、新回で7対0とバファローズが優位に試合を進めます。4回です、ワンアウトランナーなしから近藤が打ちました、左中間に21号ソロホームラン、ホークス1点を返しました、7対1。5回です、三森がヒットで出て代打峰井、この峰井が左中間へ移籍の初となる1号ツーランホームラン、ホークス3点目が入りました。ここは代打で登場してよく打ちましたね。よく打ちましたよ、ここはね。さあ、そしてホークス6回です。ワンアウト1塁3塁と2番手、小北を詰めまして、今日1軍昇格、そしてスタメンのホーキンス、ライトへの犠牲フライ、この初打点ということになりましたホーキンスです。4点目が入ります。三森内野安打で1塁2塁、ミネイ、先ほどホームランだったんですが、ここはチャンスで空振り三振、追加点なりませんでした。7回有原がまたマウンドに上がりました。ノーアウト1塁から宗がバントをします。キャッチャー峰井が取ってセカンドへ悪送球、そして中川が送りバントでワンアウト2塁3塁、ここでピッチャー有原降板、又吉にスイッチしました。藤本監督、厳しい状況でマウンドに上がりました又吉、森にセンターへの犠牲フライを打たれます。バファローズ8点目が入りました、8対4。7回です、3番手宇田川を攻めるホークス、ワンアウト1塁2塁から近藤、空振り三振、代打1組空振り三振、0点に終わります。そして9回裏、5番手の山崎総一郎がマウンドに上がって、ツーアウトランナーなしから柳田空振り三振に移りまして、ゲームセット8対4でバファローズがホークスを下したゲームということになりました。